企画社会文化論 B の受講生の皆さん、こんにちは。えー、今日は文化人類学から見た食と酒ということで、えー、食文化について勉強したいと思います。人間は文化を持つ存在ですが、やはり文化の基礎は異色住にあります。中でも食は私たちの生命の維持に直接関係のあるものですので、とても大事なものです。 文化人類学における食と酒に関する研究というのは1970年頃から始まりました、まあ、文化人類学の長い歴史から考えると比較的最近になって研究が行われるようになってきたと言えると思います1981年世界の食に関する国際シンポジウムというのがイギリスのオックスフォロド大学で開催されてそれからフードフードウェイズと いう国際学会誌が創刊されることになります日本では石毛直道先生という文化人類学者がこの食文化研究では第一人者と言われてきていますけれどもこの石毛先生はお勤めになっていた国立民造学博物館の館長だったんですけどもその大館記念公演の時に「食べるお仕事」というタイトルで講演をされました。 まあそこで話されたことのエッセンスを簡単に紹介すると人間とは何かというときに人間とは料理をする動物である教食をする動物である <laughs> ということです。まあ、料理をし教食をするという点が、まあ、人間の非常にこう特徴であるということをおっしゃっていますた。そこで、まあ、料理をすること教食をすること見ていきたいと思います。 フランスの民族学者であり文化人類学者であるレヴィストロースはレヴィストロースの世界という本の中で料理の三角形という論考を書いています右の二つの三角形を見ながら説明を聞いていただきたいんですけども生のものは食材そのままの最も自然に近い調理法であるがそれに文化的変形を加えた調理法が火にかけたものであり 逆に自然的変形をを加えたたももののが発酵させたものであるとといいうことを示しています右の図は熱を加える調理法について体系化を行った料理の三角形で上にあるものつまり焼いたものは自然に近い調理法で下のものつまり燻製にしたものと似たものは文化的な調理法であることを示しているものです。また 燻製にしたものは空気を媒介とした調理法で煮たものは水を媒介とした調理法ということで対立をしています、まあ、非常に面白い考え方ですねえこれは東南アジアの市場の様子で左があミャンマー最大の都市ヤンゴン右がタイの首都バンコクですで、左の写真を見ると、えー、魚のまあひものなんかがたくさん売られていますし 右の写真はランプータンとか、まあ、ライチーですねといった果物が売られています、まあ、こういう写真からも分かるように東南アジアはとても食材が豊富で食文化豊かなところですこれは、まあ、あるタイのクイッティオ屋さんクイッティオというのは、まあ、米で作った麺に、まあ、あのスープを加えたものですね、まあ、日本で言えばうどんきしん というようなものと考えていいと思いますけども、えー、まあ、とてもあの美味しいですで、僕としては日本人としては、えー、これに何もかけずに食べるとちょうどいいんですけどもタイの人たちは、えー、食べ方を見てると、えー、上にあるようなまあ、唐辛子や砂糖や、えー、あの酢といったものをあるいは醤油といったものをバンバンこれにかけて、えー、食べています食べる方が多いです だからあのこう食べ方もですね、調味料の使い方なんかもそのおまあ民族によって、地域によっていろいろ違うんだなということをまあ感じさせられる、えー、まあ食事の一つです。えさてこれからは教食という点を見ていきたいと思います。まず聖なる存在と人との教食です。これは新人教食、神様と一緒に食べる。 あるいは、僧侶への供応、お坊さんへの食事の提供、死者との共食、お葬式やお世話の時の食べる、食べ方。また、人と人との共食、共食をしながらコミュニケーションを交わす。あるいは、お祭りとか儀礼の場面における食べることの重要性。こういったことも面白いテーマですし、古食文化と教食文化。 日本の場合は例えば一つのお膳にご飯、汁物おかず、えー、漬物というふうに載ってくることがありますけども、まあ、中国などの場合には広いテーブルに大皿に乗せた料理がたくさん出てきてそれを複数の人数で取り分けながら食べると、まあ、そういう食べ方をするという点で、えー、まあ違っているということでさまざ、あ、まなテーマがこの「教食」という点に関して成り立ちうると思います。 えっとこれはある年の1月1日の写真なんですけども、えー、っと僕はタイでフィールドワークをしていた時のものです、えー、その村の人たちがお坊さんたちに食事や、えー、まあその品物やお金などを寄付しているところですねでこれはあの短文といいまして、えー、まあタイの人たち仏教徒にとって徳を積む行為禅、まあ、を積む行為とまあ見られていて、えー、とてもお坊さんたちは大事にされていて、まあ、日頃から まこういうことを行うんですけども、特にお正月なんかはかなりこう豪華になります。これは北タイの農村でのあのおつやです。これもあの僕がフィールドワークをした時のものです。で左の写真はその棺の中に遺体が収められていて、まその方の名前が書かれています。37歳男性の方です。で右の写真の2枚はえ女性たちが野菜関係の料理を作っている。 男性たちが肉料理を作っているところの写真で、えー、まあこれを作った後、えー、このおまあ村人たちで、えー、まあ楽しく食べる、えー。楽しく食べるというと、あのおつやの晩にふさわしくないようですが、本当に文字通りあのわいわいながら食べるという食べ方をします、えー。これは中国ですけども、あの雲南省といって東南アジアに一番近いところ、えー、南西部にある雲南省のおまあ。 あの2つのレストランですで左の方の食事をあのご覧ください。でこれはです、ね、実はあのタイ北部で出てくる料理と非常にあの共通しているものが多くて、えーまあ、初めてこの食べ物を食べた時びっくりしました。あこれタイの料理と一緒やんというふうに思いますで右の方はあのあの中国の少数民族、アイニ族という,う少数民族の、まあ、レストランです、まあ。少数民族料理が食べられるとこ まあこういうふうに、今、円卓を囲んで、大皿で、一緒に食べて、食事を楽しむ、会話を楽しむ、というのが中国的だと思います。今お話しした中国の雲南省、この地図の,あの上の方ですね。で、国境接しているのが、左からミャンマー、タイ、ラオス、えー、ベトナムです。で、実は、あの、今、あの、こういうふうに国境線で、国は分かれてますけども、このお地図に、 に乗っている地域というのは非常にあの食文化その他共通点が多いです先ほどの,あの中国の食事で言いましたようにこれタイの北部の料理と非常に似ていると言いましたけれどもまあ昔からいろいろ人の行き来物の行き来が盛んだったところでまあ非常にこう文化的な共通性が見られる地域です私たちは国を単位として外国や異文化を見ることが多いですけれども 時にはこういう国とか国境を外してみて、えー、ま文化の流れとか人々の生活を考える必要もあるかと思います。これはタイのチェンマイ県のある小学校の学校給食です。えー、子どもたちとてもあの楽しそうにですね、お話をしながら、えー、ニコニコして美味しそうに食べていました。 これは南タイのある農村なんですけども僕がフィールドワークをしてた時にお世話になっていた仏教徒の村長さんのお宅ですで実はこの写真に写っているのが右の方が仏教徒で左の3人がイスラム教徒でこの村は仏教徒とイスラム教徒が半々ぐらい住んでいる村ですでまあいろいろお酒を飲みながら話をしているところなんですけどもどこにお酒があるんだろう というふうに皆さん思われるかもしれませんが小さいヤシのみの半分に割ったです、ね、カップにヤシ酒をついで回し飲みをするんですねでまあ自分のところに回ってきたら、まあ、飲んで隣の人に渡すこれはずっと1周したらまた回ってくるということで5周ぐらいするととてもいい気分になります話も弾みます はい、この写真は、えー、と今の写真とはあの違う村ですけども南タイです。で南タイのこの村は全部イスラム教徒しか住んでいない村。で、えー、この村で、えーまあ、ある一年のある日に、えー、いろんなこう運動会みたいなですね村の運動会みたいなのが開かれます、まあ、子どもたちの運動会。で、まあ、それが終わった後お母さんたちが作ったカレーをみんな一緒に食べているところですね。 でこのあとらにイスラムに関する知識とかコーランの暗唱大会とかがあって文字どおりそのタイに住んでるんだけどもイスラム教徒としての文化的なアイデンティティ民族としてのアイデンティティを再確認する場になっています今までお話してきたの中でも食文化が多様であること これ皆さんあの十分お分かりいただけたと思いますが、えー、これまで僕が食べてきたものでなかなか日本人は食べないものとして、えー、ここに書いてます犬、えー、これは韓国とか、えっと、中国の東北部の北朝鮮レストランなんかで食べましたカエルこれは、まあ、タイでよく食べますけども、まあ、日本でも食べさせる店はあります、えー、ヘビこれはタイの南部オオトカゲこれもタイの南部です 決しておいしいものではないんですが人類学者としては一回は食べてみないと始まらないということで食べました。かゾウこれは食べてはいけません食べてはいけないものなんですけども闇で東南アジアで売ってあることがありますゾウの肉が。あのでもあのこれゾウだよと言われたら食べない方がいいと思います。 さて、そういった食文化ですけども多様性があるとともに非常にダイナミックに変容もしていて例えばマクドナルドハンバーガーの例でわかるように全世界に拡散しているようなものもあります。マックは現在全世界に3万4,000店舗ぐらいあると言われていて日本でもその10分の1ぐらい3,000数百店舗展開をしていると言われていますが。 全世界同じメニューでではないですねでここに書いているように韓国のキムチバーガーインドのマハラジャマック鶏肉を使っていますあるいは羊の肉を使ったりしていますそれからタイのサムライバーガーこれは日本でいうと照り焼きソース味のハンバーガーですけどもそれにこう日本風のステレオタイプ化したサムライという名前が付けられている。 まあ非常に面白いい現象かと思います、まあ、こういうふうにまあ世界中に拡散しているまあハンバーガー、まあ、食文化ですけども地域地域でまあ独自の受け止められ方をするいわゆるグローカリゼーションという現象が見られるわけですね、まあ、食に関するまあ多様性とかまあ変容とかに関しましてあのここに書いてる小泉武夫先生があの非常にあの面白い本をたくさん書いておられますので関心がある方は 小泉武雄で、えー、検索をしてみてくださいえさてこれから五問ほど皆さんたちに問題出しますさてこれは何でしょう見たことない人が多いと思いますし食べたことない人も多いと思います、えー、これは蜂の子です、えー、結構、あのー、高タンパク <laughs> ということで、えー、まあ好きな人は好き 好んで食べる人もあの多いんですが、市場なんかで売られています。はい、このビニール袋に入った黒っぽい液体は何でしょう。まあこの問題を出すとだいあの醤油とかですね、えー、コーヒーとかお茶とか、まあそういうことがよく出てくるんですが、たまに正解を言ってくれる学生さんもいます。正解はコーラです。 これは先ほど紹介しましたタイ南部のイスラム教徒の村に滞在していたときに近くのにあった小さい雑貨屋さんがあって時々そこに飲み物とかを買いに行っていたんですけどもその時きコーラを頂戴って言ったら瓶を出してきてそれくれるかと思ったらですねいきなりビニール袋にドボドボドボっとコーラをついでビニール袋をゴムで縛ってはい、どうぞという,ふうにくれまししたびっくりしました。 初めてだったので,、えーでまあ、そういう売り方をするというのを、えーまあ、20代の後半でしたけども、えー、知って本当に、あのー、食べ物っていうのはその,その食べ物自体の多様性だけでなくてさまざまな提供の仕方あるいは後でお話ししますようなマナーですねこれがあるんだなということをつくづく感じたあ、まあ、瞬間でしたはいこれは何でしょう これはもう、あの、タイのチェンマイ県の市場で売ってあったものですけども、えー、あの、水中に生息する生物、タガメというものですね。あのー、あまりこうあの、日本では見かけませんし、食べることはまあ、ほとんどないと思いますけども、えー、まあ、ある時タイの大学の先生が、あの、これ食べたことあるかって言われたんで、ありませんって言ったら、じゃあ買ってやるって言って、 えー、ビニール袋いっぱいですねざっと560匹入ってるものを、えー、くださいました。うわ1匹でよかったんだけどなと思いながらもありがたくいただきましてですね、えーまあ、ちょっとその場で1匹食べてみてであとはあのホテルに帰ってから食べますというふうに申し上げて、えー、あと食べれませんでした。 えっと、僕はあのゼミ生と一緒にあのタイに1週間ぐらいゼミ旅行に毎年行っています。えこれはだいぶ前ですけどもその時の,あの僕のゼミ生たちが、ま、タイのチェンライ県のチェンライの市場で、えー、虫を食べてるとこです。でこれはあの竹の中に生息する、えー、虫で、えーま、ち小さい虫なんですけどもこれを素揚げにして、えー、食べるんですが。 少し塩を振ってあるので、えー、塩味が効いてて、とても美味しいです。食感としては、えー、カッパエビセンを少しもっとこうサクサクやわくした感じと思ってもらったらいいと思います。まあ見かけがグロテスクですので、虫が嫌いな人はちょっとダメだと思いますけども、えー、意外といけます。ビールに合います。えー、これはまあ、 なんでしょうと聞くまでもなく昆虫詰め合わせセットですね、えー、とこれまあ市場であの昆虫の組み合わせが売ってあったので買ってきて、えー、とりあえず全部食べてみようと思って1匹ずつ食べていきましたまあ右上の方にあるあのイナゴですねバッタなんかは今でも日本でも例えば長野県なんかでは食べていますけどもえっ、ー、となかなか普段食べ慣れないものなので、えー、まあ 一匹ずつでいいかなとお代わりはしませんでした。はい、えっ、ー、と先ほどあのマクドナルドのメニューのあのグローカリゼーションの話をしましたけれども、実はグローカリゼーションという現象はその食べ物自体だけでもなくて、えー、こういう写真にもあられています。えー、この写真は、えー、タイのバンコクのあるマクドナルドの前にある、えー、ドナルド人形ですね。 この人形は両手を胸の前で合わせてサワディ・クラップといってタイの式の挨拶でお客さんを迎えています。でタイの人たちは胸の前で手を合わせてサワディ・クラップといって挨拶をするんですけどもそのタイ式の挨拶がグローバル化したマクドナルドのバンコクの店では見られると。 でタイのマクドナルドのお店をずっと見てるとあのこのこのスタイルが非常に多いです。でこの写真に写ってるあのゼミ生卒業生なんですけども彼はこの両手をかなりこう上の方ですね顔の前で合わせているのが分かると思います。 でタイの人が挨拶するときに、まあ、例えば対等な関係だとこの胸の前あたりで合わせるんですけども相手が自分よりかなりこう年上だったり、まあ、偉い人だったりするとあのかなりあの手を上の方に持ってきますでそういう挨拶の仕方をしますので、まあ、この写真から読み取れるあのドナルド人形とゼミ生の関係はドナルド人形の方が目上または偉いということになります。 20世紀前半にアメリカで有名だった人類学者にメルヴィル・ハースコビッツラルフ・リントンロバート・レッドフィールドという人がいました。でこの3人が書いたアカルチュレーションこれ日本語では文化変容というふうに訳しますがというものを参考にするならば非常にこう文化というのは違った文化が接触した場合に その一方または両方が変容する変化をするということがよくありますすなわちここに書いてるように2つ以上の文化の接触の結果その一方または双方における文化の変化これを文化変容アカルシュレーション <laughs> というわけですでこの文化変容の起こり方にはいろいろあって例えば同化これアシミレーションと英語で言いますけれども A の文化と B の文化が接触したときに 結果として A もしくは B のいずれか一方が消え去る過程つまり A の文化に B が吸収されてしまうような過程ですねまあそういう変容の仕方があったり融合これはフュージョンという英語を使いますが融合といって接触前の A 文化 B 文化この双方の文化とは異質な第三の文化を想像するプロセス。 こういういのがあの生ままれたりします。例えば西洋文化がいっぱい入ってくる明治維新、まあ、明治前半ぐらいの日本のことを考えてもらうといいんですけども例えば西洋風のとんカツに日本の丼飯を掛け合わせてカツ丼ができたり日本のあんもちに西洋の小麦で焼くパンが入ってきてあんパンができたり。 あるいは韓国の刺身丼金パップというふうにこれを韓国式のり巻きなんかはっと日本のものと非常に似てるんですけども、まあ、ちょっと違う、まあ、次に紹介しますそういったものがあったりカレーライスには、まあ、日本では福神漬けとからっきょうというのが定番ですが、まあ、韓国やほ他の国なんかではたくあんが出てきたりすることもありますちょっとびっくりです。 こののの写真はいずれもも韓国のものです。左上から卵丼味噌汁たくあんそれから右上が刺身丼左下がおでん右下はキ金パップ、巻き寿司ですね。あの日本での太巻きと違って似てますけども韓国の場合はこのごまが振ってあったりあのごま油が使ってありますのでごま油風味がしてまだ日本の海苔巻きとは違った。 美味しさがあります、えっと、僕は今あのタイ研究を主にやってますけども、えー、大学生の時から、まあ、大学院生助手の時代まで10年間ぐらい韓国研究をやっていました、まあ、その時よく韓国にフィールドワークに行っていたんですけども、まあ、その学生の頃にあの食べたソウルのある洋食屋さんのメニューです。 大変豪華なものを食べているように見えますがこれ何人かで食べてるものですけどもこの写真の中央に写ってるのがたくあんがあります先ほどカレーライスにたくあんと言いましたけどもあのこういう西洋料理が出てきてもたくあんが出てくるというあの非常にこう日本だったらたくあんはご飯と味噌汁と和風の料理にたくあんこれ整合性があるわけですけども韓国に行くとですね こういうい西洋料理に出てきたりカレーに出てきたりというふうにその食のこう組み合わせが変わったりするのも非常に面白いところです。さててて次に、に食のマナーについて考えてみましょう。韓国人と日本人まあまあ非常にあのまあ言葉も語順が一緒だったりして似ているところがあって近い国で共通点も多いんですけどもまあ食に関して全然違うと。 いうところが3点あります1つ目韓国では真鍮の茶碗にご飯は基本山盛りに盛りますでこれは残しても良いとでおかわりはしないことが多い、まあ、日本では上品に盛っておかわり自由っていうのが多いんですけどもここは違いますね。2番目に韓国ではお膳の上に容器を置いたままスプーンですくってご飯や味噌汁は食べます。 箸を使うのは副菜、おかずだけですねご飯も味噌汁もスプーンですくうのが原則で持たない手に持たない3番目に汁の中にご飯を入れてかき回して食べるのが韓国式日本では猫まんまとか犬食いと言って行儀悪いと言われてますが韓国ではまあ普通にそれがあ食べ方である大丈夫であるということですね、まあ、こういういうに、まあ あの同じご飯を食べる味噌汁も食べる日本の韓国なんですけどもえまあ食べ物の違いとはまたこう別にこの食べ方が違うんですねえこういうところもあの文化の違いで面白いところでもあるしえそれをししっかりこう理解しておいいいいた方がいいというとうころですまたえ日本とおまあ他の国 <laughs> とのこう比較をするときに時間の使い方 の間違いを感じることがあります、まあ、日本の中でもまあ博多時間といって、えー、まあ福岡の人たち博多の人たちはまあ多少遅れてもいいという感じではありますけども、えー、まあ他の国に行くとこれがかなりこうルーズなところがあります例えば結婚式について考えてみますと日本ではまあ始まりと終わりっていうのはかなりこうきちっと決められていますけども。 えーまあ、タイなんかの結婚式あるいはこう沖縄なんかでもそうですけども見てると、えー、なんとなくこの招待客が集まってご飯を食べ始めお酒を飲み始め、えー、いつの間にか新郎新婦はやってきてて、えー、式が盛り上がり、えー、気が付くと新郎新婦はいなくなっていてまだお客さんたちは食事を続けている、まあ、そういうような場合が、あのー、あるんですね。でこれは、えー、日本の時間の使い方が M 時間。 モノクロニックタイムといってスケジュールや時間厳守というのを非常に重要視する文化でありタイあるいは中南米なんかもそうですけども中東アフリカですね P 時間ポリクロニックタイムといってそういうこのスケジュールの厳密性とか迅速性そういったようなことがあまり重視されない時間の使い方をする社会があるからですこういった時間の使い方の違いというのは食事の仕方あるいはパーティーの仕方 何かにもこう関わってくるので、えー、まあ、考えてみると面白いなと思います。これはいずれも、あの、韓国料理ですね。えー、左上から友稼ぎ夫婦の夕食。左下、旅館で出される料理。から右の写真は、ビビンパップ。えー、韓国式混ぜご飯ですね。えー、さて、まあ、食文化の多様性 <laughs>、というのを見てきましたけども。 ここからはタイを事例としてタイという国、まあタイという社会の中の食文化のハイブリディティ、まあ非常にこういろんなものが混ざり合っている状況を見ていきたいと思います。まずあのラームカム編王朝碑文というのを紹介しましょう。ラームカム編王というのはタイのまあタイ族が最初に作ったスコータヤ王朝、この王朝は13世紀半ばにできますが、この王朝の王様 初期の頃の王様で、13世紀末頃に <laughs> 大いにあった王様です。このラムカムヘン王は、タイ語を作ったと、タイ文字を作ったということでも有名でよく知られていますけれども、その <laughs> ラムカムヘン王一文の書き出しに、こういうくだりがあります。ナイナーミープラ、ナイナミカオです。これは、水には魚あり。 谷は米ありというあの文章なんですけども <laughs> まあこの「水には魚あり谷には米あり」から始まるこのラムカメヘオ碑文の書き出しがこの「魚と米」というところがポイントでタイ人の食文化のエッセンス核がここにあると言われていますすなわちタイの人たちは、まあ、広い平野があって 周りを山に囲まれた盆地上の地形でしかも川が流れているところ、まあ、ここに村を作り国を作っていきますすなわち、えーまあ、水が流れていて、まあ、魚が泳ぎその川から引いた水で、えー、田んぼを耕して、まあ、米が取れると、まあ、これがもうタイ人の,その食生活の原風景です、まあ、そういったようなものを基本としながらタイという国の地理的な状況を見てみると タイはインドシナ半島すなわちインドと中国に挟まれた半島のちょうど真ん中に位置していますすなわち東西交易の通路でもあったわけでそのことによって外来の食文化を歴史的にいっぱい取り込んできました果人文化の影響豊富な種類の麺類とかチャーハンあるいは炒め物それから屋台もたくさんありますし えーまあ、地域性もありますし、えー、近隣の諸国の、まあ、文化の影響もありますあるいは、まあ、近年では欧米の食の影響もあるし日本の食の影響もある <laughs>、まあ、タイ全土に、まあ、日本食レストランだけでも1万、まあ、近くあると言われているぐらいです、はい、これはタイの地図ですね、えー、インドシナ半島の真ん中に位置しているということはあの確認してください。 これはタイの水上マーケットです。水上マーケットでは、いろんなこう食材や食べ物が売られていて、とても、あのー、なんていうかタイらしさ、東南らしさを感じる場所でもあります。これはバンコク郊外の水上マーケットの写真です。これがまあラームカムヘン王の座像。 それから右が、えー、バンコク国立博物館に展示されていますラームカム編王碑文というものです。えっ、ー、と僕もタイ料理は大好きなんですけども、まあ、中でもあのー、まあ一番好きというかあのなかなか一番って決められませんが好きな料理パッタイ、台、えー、風焼きそばです。えー、これは左がタイの家庭料理の毎一例で。 30年ぐらい前にタイの中部の農村でフィールドワークをしてたときに泊めていただいていた家庭の料理です。右はタイ人のによっても欠かせない屋台これはカオワン街鶏肉のせごはんの屋台です。左がムーサテムーサテのムーは豚ですね。それれから右がカオソーイと言ってこれはあの タイ北部の料理です。えー、まあ,あの乾麺をカレー汁に入れたものに、えー、横にはあの高菜漬けみたいなものを一緒に食べる。本当にあの食文化がが豊富なこととかると思います、えー、さて、えー、今日の授業の最後に、えー、お酒、まあ、泡盛と、えー、食さつま揚げ、えー、を、まあ、材料にして日体日中の交流史をお,お,お話しして、えー、締めくくりたいと思います。 タイにはラオローンという、えー、まあ、西米から作る28土のタイの地酒があります、えー、この製法が沖縄に伝わって青森となったのではないかと,と言われています、えー、タイと日本の関係書をひも解くと、えー、歴代法案というまあ、琉球王朝のまあえー、師匠に、えー、1419年から1570年の間に 琉球61世紀がアユタヤ、えー、すなわちシャムの首都ですねシャムというのはまあ現在のタイに向かったと言われていて、まあ、琉球と琉球を中継,中継貿易点として、えー、シャムあとあの今のタイと朝鮮半島日本中国とかいろいろ物が行き来していたことが分かります。 当時のタイのアユタヤという町には日本人町が形成されていて17世紀の初期前半ですね日本では江戸時代の初め頃、最盛期には1,000人から1,500人ぐらいの人が住んでいた日本人が住んでいたと言われています。でこれはまあ徳川幕府が奨励をしたまあ容認をした主因戦貿易によるものです。 これがまあ琉球の貿易用図というものですけどもちょっと見にくいんですがその沖縄と日本とまあタイ東南アジアですねこれを結ぶあの赤い線が書いてありますけどもこの赤いルートで交易が行われていたことを示しています。沖縄那覇市にある壺屋焼物博物館というところの展示資料の一部です。 これはあのアユタヤの遺跡の写真まあ、世界遺産に指定されていますから、右の2枚はえー、衆院選の模型と、えー、まあ、あのアユタヤ日本人町があった時に、まあ、日本人町の狩猟として、えー、活躍をした。山田長政のまあ、像です。まあ、当時のアユタヤの王様まあ、王室に気に入られて、日本人の傭兵隊長として、えー、重く用いられていました。 左の絵は17世紀にフランス人の一行がアユタヤを訪れた時に同行していた画家が描いたアユタヤの図です川の中洲の部分に王宮とかお寺とか仏塔が描かれているのがわかると思いますで右の航空写真はアユタヤの町を上から見たところでこれでわかるように東北から流れてきた上の方から流れてきた川と 北部から流れてきた川、まあ、左の方ですねこれが合流をして中州を作り南の方に流れているのが分かります。これをずっっとと南の方にに下っていくとバンコクに至りますでこの航空写真でこの2つの川の合流地点右下の方ですね赤い丸がありますがこの赤い丸の少し下の方に日本人町がありました。 えと沖縄の泡盛というお酒これも僕は大好きなんですけどもこの泡盛はインディカ米特にタイ米のタイ産の栽、ま、培、あ、ですねを原料として使用しています、まあ、酒の蒸留技術が14世紀後半から15世紀頃にシャム現在のタイから琉球へ伝わったでこれは1534年に これなんて読むんでしょうね、えー、なんとかさんが、えー、琉球に赴いた時の記録に戦羅、えー、当時のタイですねシャムから製法がもたらされた南蛮種ということが記されていると触れられているということから分かります、えー、15世紀から19世紀まで、まあ、奉納品として中国と日本に献上されていました 日本円は薩摩藩の島津市を通じて徳川幕府に献上されましたが公式には徳川実紀駿河紀駿河の紀に1612年に琉球市として登場しますその後焼酒と書いて焼酎、ね、の名を経て1671年以降青森というふうに記載されているそうです この泡盛の起源なんですけども、えっと、原料起源説として、泡で焼酎を作ったので泡盛という,という説があったり、泡由来説といって、上流管から受け壺に落ちるとき、泡が盛り上がるから泡盛という説があって、これが有力ではないかとされていますが、はっきりわかりません。島津の殿様ですね、島津藩が命名したという説もあって、 江戸上がりの際の献上品目録によるとそういう説もあるそうです。いずれにしてもいろいろ説があってはっきりこれというのは分かりません。またそのタイのラオローンですねタイ米で作ったお酒が起源であるという説もあってこれは琉球王国にシャムの南蛮酒として伝わり風味や香りが類似していること。 西法などは同じことで、同じということで、タイから伝わったんだと。まあそういう説もあります。また、北ルート説といって、中国の福建省から伝来したという説もあって、これも有力かなとも言われていますが、はっきりわからない。まあいろいろな起源があるということです。まあしかしいずれにしても、そのタイのラオローンというお酒と、沖縄の青森あの原料と,えっと西法が非常にこう同じなので、え、ー まあ、まあ、この、お、まあ、交易をしていたという歴史的な、えー、事実もあって。えー、まあ、関係が、必ずあるだろうとは思います。あの、青森を飲むときには、まあ、沖縄料理、がとても合うんですけども。えー、まあ、青森とか、あるいは、あの、芋焼酎には、このさつま揚げですね。これが合います。えー、実は、このさつま揚げと、えー、後で、こう、写真で紹介しますけども。えー、タイ料理の。 トードマンプラーという魚のすり身揚げあるいはトードマンクンというエビのすり身揚げがとてもあの味が似ているんですねでこういうところもちょっとあの食文化関係があるのかなと思って紹介をしたいと思いますさつま揚げは琉球伝来説うまあ琉球料理の、えー、チキアギーというのが、えー、まあもともとだったというような説があったり、えー、島津成明 これはあの幕末にまあ薩摩藩の殿様で名君と呼ばれている島津成明公が開発をしたと、えー、まああの紀州すなわち和歌山県の半ペンとか天ぷらなどをまあ参考にして独自に研究して作り上げたと、まあ、こういう説もあるそうです。で、えー、この薩摩ま揚げは焼酎にも合うし青森にも合うんですけどもちょっと次の写真を見てみましょう。 左がトードマンクンといってエビのすり身揚げ右がトードマンプラーといって魚のすり身揚げですちょっとまあ見かけはあのこの右のトードマンプラーの方がさつま揚げに似てますし、まあ、味もお近いかもしれませんで、えーまあ、こういうふうに泡盛とかさつま揚げ、えー、とこのタイ料理との関係なんかをこう考えていく、まあ、非常にこう似ているうそれから、えー、歴史的に、えーまあ、交易 をした関係があるとまあそういうところから考えてあのこういう食文化やお酒の文化を通じて、えーまあ、遠い異国あるいは遠い昔の時代に思いを馳せると,というのもなかなか、えー、勉強として楽しいのではないかと思います。えー、今日は、えー、食とお酒について、まあ、主に文化人類学の視点から、まあ、いろいろ皆さんに紹介してきました。 今日使いましたた参考文献はここに挙げた通りです、えー、皆さんも、まあ、今コロナ禍でなかなか外国に行くっていうことはできませんけども、まあ、日本国内旅行をしたり、まあ、外国に行ったりする時やはりそしてやはりその,その土地のお酒はまあ食べ物に合うようにこう作られていますので、えー、お酒が飲める人、まあ、未成年じゃない人はお酒も一緒に楽しんでいただけたらと思います。 今日使いました参考文献は以下の通りです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。